はい、億万長者シリーズ、この動画をご覧の皆様こんにちは、麻生家塾の久保でございます。この億万長者シリーズもずっと続ける中で、実はね、強烈なアンチの方が出てきたんですよね。それをアンチリメイクさんと名付けているわけなんですけども、私の動画というよりも、私とね一緒にこのリレーをしている吉谷拓郎さんの動画を見るにつけ見るにつけバットを押しているということなんですよね。そしてそのバットを押した理由もメールでねお寄せいただいたようです。それを前回吉谷さんがね改めて読んでくださったわけですけども、まあいくつかキーワードがありましたんで、そちらの方からお答えしようかなと思うんですけどもね。アンチリメイクさんの言い方っていうのは、言い分っていうのは、まあ結構ね私は、納得できる部分があるんですよ。というのも、もともとアンチの方の意見っていうのは、アンチって名前をつけますけども、多くの方は自分とは違った別の意見、別の見解というふうなね解釈もできるわけですよ。私はこれ非常に大切だと思うんですよね。私とは違った考え方がこの世にあり、それがぶつかった時にどういうふうにしてそのように見えるんだろうというふうに考えることによって、自分の力量がね上がっていくんだと私は思いますし、自分とは違った意見の方を受け止めて、その方の考えを変えてあげて、その向こうに大金持ちになったりとかね、時間の自由を享受できるような道があると思うなら、やっぱりねそのアンチを退けるべきではないと思うんですよね。ただですね、私は即家塾という塾を運営していて、商品を売ってるわけではありません。塾を運営していて、弟子という形でいらっしゃる方はいますけども、基本的にはですね、お金欲しさに商品売ってるわけではないんですよ。まあ、ですんで、私のところに来てくださる方っていうのは、私の考えとかに共感してくださったりとか、私の考えの延長線上に自分の人生を引いていこうと、要するに肯定的な方を迎え入れてるわけなんですよね。わざわざアンチの方を解き伏せて、即家塾という商品を売ろうとしてるわけではないと。お金のために人の意見を変えるってことはありません、私は。違った意見があってもいいよねと。違った意見の方は、その信じるままに生きていただければ、私は関与しませんよと。差し出がましくね、その人の考えを変えるというところまでいかないですよということなんですよ。ですからね、やっぱりね、この人についていきたいと、この人の言うことは最もだと思えた瞬間があって、それがしばらく一定期間継続するなら、そのまあ恩返しといったらね恩着せがましいんですけども、そのお礼として即家塾の入塾金の頭金はありますよということなんですよ。ただその頭金がね3万円と決まってますけども、3万円に満たないよと。お前の話は1000円程度だけども恩返しのために1000円ぐらいなら払ってもいいよ。もしくはそこまでね変な言い方しなくても、3万円お支払いしたいんだけども、現状自分の資産を考えると3万円は無理なんだと。1万円ぐらいでどうですかって方がいらっしゃったら、それでも全然 OK ですと。金額の大きい少ないではないんですよ。私は皆さんから集めたお金で生活費の当てにしてるわけではありませんし、何か贅沢品を買おうとしてるわけでもありませんので、はっきり言ってね、感謝の気持ちがあって恩返ししたいという気持ちがあればもう十分なんですよね。ただそれを表現する方法は残念ながら多くの方に備わっていませんので、単純にお金という形の方が表現もしやすいし、受け取りもしやすいのかなと思っているところなんですよね。まあですんでね、お金は払わないけど、久保さんこのパフォーマンス動画を見てください、きっと満足すると思いますよって形で、なんかね歌の動画を送ってくださったりとか、それから素晴らしいね編集した面白い3分ぐらいのプロモーションビデオを作ってくださったりとか、そういうことでも何でもいいわけなんですよね。昨今私の大和君という息子の誕生日がありましたけども、まあ生まれたわけなんですけども、いろんな形で表現をしてくださいました。おめでとうという形でね、おめでとうというメールを送ってくださる方、動画を送ってくださる方、私の家に来てくださる方で、大きなね商品を送ってくださる方、チャイルドシートを送ってくださる方、現金書き留めこんなに分厚いの送ってくださる方、みんな金額バラバラですけども、じゃあ金額とか手間に関してその思いがね多い少ないが測れるかというと違うんですよ。それぞれの持ち分で、思いの通りに届けてくださったんですよね。ですから私は、こっちの人はここまでやってくれたのにあなたは何もないのって比較するもんでもないと思ってるんですよ。それと同じようにですね、アンチリメイクさんの思いというのも、別にですね自分の向いてる方向に肯定的なところが少ないからといって跳ね抜けるものではないかなと思います。むしろですね、違った意見の提起ってのは必要なんですよ。なんでアンチリメイクさんがこのように感じて、このように行動しているのかってことが分かれば、もしかしたらね、その億万長者合宿という動画シリーズを否定している人の気持ちを変えることもできるかもしれません。まあ変えると言ったらおこがましいんですけどもね、人っていうのはなかなか行動できないものです。先入観があります。いろんな不安があります。行動できないんですよ。
だから行動できるようにどのように私たちは精神を変えていけるかっていうところが、言ってみればまあ商品なわけなんですよね。まあ、私は商品を売ってないと言いますけども、0円で商品を売ってるとも言えるわけなんですよ。さあ、いろいろと申し上げましたけども、アンチリメイクさんのキーワードの中にいくつか気になる点があると冒頭に言いましたよね。それをこれからお話ししたいと思います。例えばですね、アンチリメイクさんこう言ってました。億万長者になんてほとんどの人はなれないのに、そんなことやってるから詐欺だって言われるんだと。人を見下してるんじゃないかと。この2つのキーワードについてお答えしますけども、じゃあどうでしょうか。みんなが億万長者になれる素質があるんだと。皆さんには可能性があるんだよ。だから頑張っていきましょうっていうのが人を見下してるということなら、逆にですね、お前には無理だと言ってることが人を尊重してることになるんでしょうか。どうなんでしょうかね。私は確かにそういう発信をしてます。どちらかというと、皆さんはもう無理ですよと。そんな大金持ちにみんなはなれないですよ。なぜなら精神力がないからですと。継続できないからですと。だから億万長者になることを目指すよりも、自分のね、思うままに生きていきましょうと、うん、今の不満を抱えた現状がそれなりに楽しくて、それなりに不自由の中でも幸せが見つけられるんだったら、それでもいいんじゃないかなと思うところがあるんですよ、うん、で、誰もがね、億万長者になって幸せか、それはね、分かりません。お金がね、あるとかないとか実はあんまり関係ないんですよね。お金があっても不安はつきまといますし、お金があっても人との問題はなくならないんですよ。それは何でかっていうと、単なるお金を手にしただけの精神力がまあない人とも言い換えられると私は考えるんですけどね。精神力があれば自分の発想を内側から変えることができればですね、別にホームレスを平和公園で2年間やったって何の不自由も感じないんですよね。だからマイナスにも精神力が維持できる、プラスにも精神力が維持できると。借金3000万でも不幸を感じない、3000万の貯金があってもそれによって幸せを感じるわけではないと。お金によって左右されないっていうのが私の速稼塾のまあ真髄なわけなんですよね。ただその中でもお金を稼ぐ方法は何かないんですかって言ったら、それは無数に私は提供できます。ただ私がうまくいった方法なので、私以外の人に当てはまるかどうかは分かりません。どのように当てはめるかをこうね、カスタマイズしていくのはちょっと2人でやっていきましょうと、あなたと私で一緒にやっていきましょうっていうのが日々の動画のやり取りだったり、メールのやり取りだったり、実際に会ってお話することだったりするわけなんですよ。ですから私は一人一人の状況とか、一人一人の得て増えて、一人一人の余剰時間、余剰資金ってものを考えて、速稼塾の運営をしております。それが弟子に寄り添うことだと思うんですよね。そしてその中でね、弟子が求めていないようなスピードとか、弟子が求めていないような出費とかっていうのを私は押し付けることはありませんので、だから高額塾はもう私はね、売らないというかね、高額塾を売ってる人はやる気を削いでるんではないかなと思うぐらいです。せっかくやる気になってる人に、あまりにも入塾費が高くて払えないと、そのお金を捻出するためにあれこれやっていったらもう時間も過ぎてしまって、もう萎えてしまったと。もっと言ったらですね、無理やりローンで高額塾に入ったから、そのローンの返済をするためにもっと働きに行っちゃってね、もう最初からネットビジネスとかで稼ぎませんから、最初の数ヶ月とか下手したら1年はそのローンを払うために労働時間を増やして潰れてしまうってことが起きるということを懸念して、私はまずは皆様にお金を手にしていただくためのカリキュラムを設けました。それが例のやつだったんですよ。で、例のやつで皆さんお金増えました。確かに増えたけど、どうですか、ビジネスやってますかってことを考えると、やってる人もいればやってない人もいる。要するにお金があるからといって行動できるかどうかっていうのはまた別の問題なのかなと私はね、考えるところがあります。はい、それでですね、アンチリメイクさんにもう一つのキーワードがあります。人を見下しているというふうに私たちを見下しているんではないかなと思うんですよね。で、いちいちケチをつけに来たりとか、心込めて発信をしていると、一人でも多く、おこがましいですけども、一人でも多く救おうかなと思ってこの動画を種漏れもしないのに作ってるのに、そこにですね、バットを押しに来て、やる気をそごう、やる気をそごう、お前らもう退場していけっていうのは、これは他人を見下していることにはならないんですかね。うん、だからアンチリメイクさんっていうのは結局自分の考えを人に押し付けよう、押し付けようとしている。そして億万長者になんかなれないよというふうに、まあ、言ってくださってますけども、確かにそれは当たってる部分がありますよ。誰もが億万長者になれないっていうのは当たってる部分がありますけども、少なくともですね、億という金額を作った人間に対して言う言葉ではないですね。それは私は億という金額をたった一人で作った実績があり、今でもそれをやっています。1ヶ月で1億2000万という売り上げも作ったことがあります。それは昨年一昨年のことでしたけどもね。じゃあそれに対してですね、まだ億なんて稼いだことがないと、くすぶってると言ったらね、また失礼な言い方になるかもしれませんけど、はっきり言ってくすぶってる状態の人がですね、人の動画にケチつけて億万長者なんかなれないよと言ってですね、せっかく頑張ろうとしている人、頑張らそうとしている人に水を差すのは、これはいいことなんでしょうか、悪いことなんでしょうか。
まさに足を引っ張り合う日本人の姿そのものではないかなと思いますし、うん、そのアンチリメイクさんがね、そのような足を引っ張る人間でいたいならぜひいてください。足を引っ張ってもね、引っ張りきれないぐらい私たちはもう熱が強いわけなんですよ。だからアンチリメイクさんは退場したんだと思います。でもそれも込みでね、やっぱアンチリメイクさんの感じられていることっていうのは多くの情報受信者、情報発信者の方が感じられていることなんで、アンチリメイクさんはいなくてもアンチリメイクさんと同じ思いを少しでも抱えている方の解決になれば、何かのね考え方のきっかけになればと思って、このアンチリメイクさんシリーズっていうのは続けていてもよかったんじゃないかなと思うんですよね。このアンチリメイクさんの発想っていうのは非常に重要で、多くの方がこれをね避けては通れない思いを勇気を出してね、自分がメールアドレスを公開して、公開って言っても吉谷さんにだけですけども、自分という身をさらして伝えてくれた勇気なんだと思うんですよ。この勇気っていうのは希望に変わります。なぜならアンチリメイクさんみたいに考えてる人が潜在的には無数にいるからなんですよ。この動画を見てる方でも疑わしく見てる方もいると思います。その人たちの霧を晴らせるんだったら私は労力を惜しむもんではないということなんですよね。はい、では一旦ここまでにしましてね、ちょっと話題を変えていきましょう。やっぱりね、多くの方は自分で自分のことを見下しているわけなんですよ。自分には無理って思ってるんですよ。だからやめるんですよ。自分にはこのぐらいへっちゃらだと思っていけばまだできるはずだと思えばやってるんですよね。そして繰り返しになりますけども、やっぱりね、なんですかね、高額塾を売ってる人に私は言いたいんですけども、信用してくださってる方、信頼してくださってる方からいきなり最初に高額なお金を取り上げると、それはね行動できなくなりますよ。お金のことが心配で大きなお金払っちゃったということでやる気になる人ももちろんいるでしょうけども、そうじゃない人の方が圧倒的多数です。自分の身銭を切ってお金を投じた、これ騙されてるんじゃないかなとか不安になります。そしてお金を払ったのにどのぐらいのサポートが期待できるんだろうか不安になります。その不安を、大きなお金をいわゆるね取り上げることによって生んでしまってるっていう現象もあるんですよね。じゃあお金は自分が感じた価値の分だけ払えばいいよっていうことになったら、これは安心だと思うんですよ。自分のペースで本当にできますし、そして自分ができなければ支払いをしなくてもいい。要するにです、やっぱり感じた対価のまんまに払うことができる、感じた幸せとかね、思いのままに行動できるってことがここにあるんではないかなと思うんで、いきなりね大きなお金を取り上げることはないと思いますし、支払いの督促をしてですね、その人に余計な精神的不安をかけることはないと思います。失敗したらもういただきませんよっていう最大の担保をですね、自分のファンの方にはしてあげるべきなんではないかなと思いますけどもね。で、結果的に私は多分その何の決済会社も入れずにですね、たった一人のこの動画というもので、しかも私の銀行振込口座は非常に分かりにくいと、調べたり聞かないとしないと分からない、要するに払う気がないと分からないんですよ。でもですね、多分多くのプロダクトローンチ始まる情報商材の販売者さんよりも売上的にはね効率的に高いんではないかなと思いますよね。要するにもうね、皆さんと一緒にこの速価塾というものを作っていきましょうというふうに考えたときに、私たちは精神的な家族なわけなんですよ。その精神的な家族から上納金を取り上げるがごとくは私はあまり望まないかなと思います。そして究極はですね、誰も速価塾にお金を払わなくても成り立っていくって形を作っていくのが私たち情報発信者のやっぱり義務、役目なんではないかなと思うんですよね。なぜなら私たちは内側から出るものがありますから、他者からいただかなくてもできるわけですよ。そして他者からねいただくとしても、それは現金じゃなくてもいいわけなんですよ。エピソード、苦悩、悩み、不安、こういったものを教えていただくのが何よりもの気づきになると私は考えています。そしてね、やる気のない人に無理やりやらせる、これは続かないんですよ。だからね、スパルタってのも限界があります。スパルタが向いてる人はいいんですよ。でもそういう人に出会えるのって、私では年に1人ぐらいですね。最上級プログラムを受けてるのは年間に1人ぐらいのもんですよ。で、非常に厳しいですけども、なんですかね、屈しない思いっていうのがあるからどこまでもついてきますよね。そしてコンサル、これはね、結構無力です。やっぱりコンサルっていうのはですね、要するにやる気はそこそこあるんだろうけども、できない人にそれを無理やりやらそうとすること、それが入ってるんですよね。無力なんですよ。で、他者の精神力をそうやって変化させることなんて、そんなことってできるのかなと思うんですよね。なかなか難しいと思うんですよ。で、それをコンサルと名付けてはなかなか誤解を生むんではないかなと、これは本当にアンチリメイクさんの言葉の通りに思いますけども、だから自分の精神ですらね、へこんだりとか疲れたりしてるのに、なんで他者のことまで面倒見れるんだと思うんですよ。で、自分も自由な時間がないと、自由なお金もそんなにないと、そういった中で、
誰かに何かを伝えることってのは非常に難しいんだろうなと思います。でもそれをあえてやる、例えば吉谷さんとかね、やっぱこう身をさらして、そういうね危ないことを突っ込まれるところもある、自分は借金がありますみたいなこともね、ちゃんと伝えながら自分の借金返済のためにやってるんだってところね、さらしていくっていうのは、これも一つの勇気であり、多くの方に与える希望だと思うんですよ。お、借金があってもビジネスしていいんだってね、思えるわけですよ。もっと言ったらですね、多くの方が借金があるからビジネスしたいわけなんですよ。だからここにつながるわけなんですよね。で、ただ一つ言えるのは、待つっていうのはどうかなと私は思うんですよ。自然に変わるを待つんだったら別に指導者いらないじゃんっていうことになるんですよね。そしてその人が変わったのが自分の何かのね、自分のおかげではないっていうこともそこには入ってるのかなと思います。まあ私はもうむちゃくちゃそう思うんですよ。私の教育によって、指導によって、もしね成功者がいたとしたら、それは私のなんかおかげではなくて、その人がもともと備わっていた精神力なんだよってことです。ですから私から料金を請求することができないんですよ。その人が自分でね、あ、久保さんのおかげですって感じたら、感じた分だけ勝手にお金として振り込んでもらってもいいですし、お礼を言いに来るのもいいし、私にはではなくてね、社会に恩返しするのもいいし、それは何でもいいんじゃないかなと思うわけなんですよね。さあ、いろいろとお話できたということで、非常に嬉しいなと思います。皆さんどうお感じになったでしょうかね。で、今日の動画の最後にですね、非常に、重要なことをお伝えしたいと思います。何が重要かっていうと、この億万長者合宿シリーズの動画っていうのは再生数もそんなにね高くはありません。私の出している動画の中でも、まあ平均値以下でございます。プラスですね、誰かに向けて発信してるってことがないんですよ。あるとすれば、私は吉谷さんに、吉谷さんは私にということで、ワントゥーワンの動画を繰り返してるだけなんですよね。ところがですね、この動画のやり取りに非常に高い価値を感じて、もうね、がむしゃらに見てくださる方、この中に入っているものが全てだというふうにね、すごく高く評価してくださっている方もいて、さらにそれを人に紹介してくださる方がいるんですよ。例えて言えば、花屋龍馬さんね。この方はね、私なんて問題にならないくらいのとてつもない成功者になります。私は今からでこの方の弟子入りしとかないといけないかなと思うぐらいです。センスがとてもいいですし、行動力がいい、声もいい、そしてね、若いながらも、しっかりとした過去を持っていらっしゃいます。28歳でここまで過去を持っていらっしゃる方っていうのは、もう完全にですね、人生の経験資産になっていると思います。これをどう生かすかってことなんですけども、これもね、私はね、自己こう評価を高くするわけではないんですけども、この私の動画に何かを感じて似てるところが多いと思えるのはすごいと思います。私は40にしてですね、自分の方向転換を図ることができました。40年かかったわけなんですけども、花屋龍馬さんはすでにね、28歳にしてこれができているんですよ。もう大きな成功者になると思いますし、花屋龍馬さんが頭に思い描いたことは、これから10年かかるかもしれないですし、20年かかるかもしれませんけども、少なくとも私の年齢、40歳から47歳までの間には、私なんてのはね、もう10倍ぐらいが、10倍って言ったらもう本当にね、小さく見積もってますけども、とてつもないところまで行く人だと思いますね。この花屋龍馬さんっていう方が、これからね、 YouTube をはじめインターネットの世界、例えば数年後か分かりませんけども、誰もが聞くような人間になると思いますね。私はね、この花屋龍馬さんの今原石に出会えてる状態だと思います。ここ急騰する時の、ここのね、上がる直前、前夜、明治維新の前夜みたいなもんですよ。花屋龍馬維新の前夜に立ち会えて本当に良かったなと思います。私はね、この一人の人間が大きく飛躍して、もうね、地球の引力を突破して宇宙の彼方まで行く、そこまで伸びる、その直前に出会えて本当に良かったなと思います。ね、私を感動させてくれる人っていうのが、私の視聴者の中にもこうやっているっていうのが喜びですね。皆さんもですね、本当にこういうふうな出会いのためにビジネスを始めていただきたいと思いますし、出会いのためにこの YouTube っていうもので自己表現をすることをお勧めします。それでは本日は以上です。億万長者になってください。皆さんにもなれるはずです。それでは失礼します。